問題。右と左で違うところが3箇所あります。それはどこでしょうか。よくご覧ください。ということで正解はこことこことここでした。土井さんこんにちは、コーダーです。今回もスーパーマリオメカ実況プレイしていくんですけども、今回はなんとちょっとヨッシーに乗れない今回はなんと、あ、ヨッシー乗ったら出れない。今回はなんと、千早くん、フェイト君とのコラボとなります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ頑張っていきましょう。さあまずは千早くんのコースからいきましょう。赤いコーダと緑のフェイト、あのかの有名なタヌキとキツネのね、あのカップ麺の、商品名に似てますけども、さあ行きましょう。おっと、なるほど、まずはこれあれだね、どうやるんだっけどうするんだっけな、本当に。あ、いけたいけたいけた、これだこれだ。そう、しゃがみながらね、これバネ持てるんですよね、このギミックよ。これを使ってきたか、なるほど。そんで多分ここは普通にバネ使ってで、これでドア入っちゃえばいいかな。うん、でファイヤーになって、これはもしかして、もしかするとこういうことか。え、ちょっと待って、あ、いかない、ファイヤーボールがいかない。多分ダダダダダって感じでクリボーに当たってくれると思うんだけれども、ちょっと待って、あ、ここだ、ここだ、ここだ、できた、調整きた、オッケーオッケー。さあこれでクリボーさんたちを倒して倒して倒しまくって、どっかに鍵を持ったクリボーさんが一番てっぺんのこいつだね。よし、んでちっちゃくなりまして、こっから早めに早めに行かないと、早く、はい、もうバカ野郎、スピード勝負、いけ、今だ、よし、いけたいけた。もう冷静になれば全然いけるんだけど、わおわお、こんなこともできるんだ。てか、え、なんでこのドア出れんの、普通出れなくない。まあいいや、とりあえず行きましょうすげえな。よし、1アップゲットして、さあ次はどんなギミックん、な、何が出る。おお、あー、これはあれですね。はい、ここも1、2、3段ジャンプ足りない足りない、ちょっと待って、いくよ、1、2、3段ジャンプ、こい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 、足りたー、よかったー。40GJ、グッジョブ合ってるかなさあここのドアに入ればいいかな、入って、あー、これ多分ファイヤー取っちゃダメなやつだ。あれですね、多分今回の千早くんのコンセプトは、なんか今までこうやってきたマリオメーカーのコースの中でいろんな方に見られたコースをとにかく作った感じな気がするな、これ。うん、おっとっとっと、でここで入るんじゃない、待って、はいはい、よしよし、入った入った、さあ土管入って、あ、これ普通に土管出て、あ、これもしかしてもうゴールじゃない、そんなことない、あ、1、2、3やった、やった、ゴールだー、へえ、センキュー。なるほど、もう面白いとこ尽くしな感じのコースでしたね。いや、千早くんらしいコースでした。素晴らしい。そして千早くんね、もう一つね、コースを作ってくれてるんで、そちらもやりたいと思います。そちらがなかなか難しいらしいけど、頑張っていきましょう。さあ、こちらですね。壊せないはずのブロックを壊す。クリア率は 11.95% とかなり、まあ、クリアはされているコースなんですけれども、さあ、どんな感じかな？ほう。まあ、多分この感じでいくと、この左のドアをに入ればゴールなんだけれども、その左のドアに入るためにはここのブロックを壊さないといけないと。ほう、なるほど、これすげえな。え、どうすんだどうすんだ。そもそもこのバネがまずちょっと若干気になるっちゃ気になるけど、隠しブロックがあるとかではない、あったところでって話だよな。でもな、多分これさ、スピンとかで壊すんじゃないかなと思うんだけど、この意味ありげのバネがすごい気になる。なんだこのバネ。そう、千早くんから若干のヒントも来てまして、バネに当たって勢いつけて下から2番目と3番目のブロックの間にスピンジャンプするとっていうヒントはいただいてるんですよね。なので2番目から3番目、こういう感じか。
勢いはつけないとダメなのか。いけるかこれ。マジか。嘘だろ、いけたわ。うわーマジかー、やったー。でも これでいけたね、これでいけたね。ちょちょちょ、はい、入らせて。よーしよしよしよし、ドア入ってこれでゴール。うわー、なんとこれはビビった。そしてマリオどこへ消えた。ということで、ちはやくんのコース2連続でした。ありがとうございます。そう、今回のね、コラボはですね、僕がちはやくんのフェイト、僕がちはやくんとフェイトくんのコース、そしてちはやくんがフェイトくんと僕のコース、フェイトくんがちはやくんと僕のコースをやるみたいなね、はい、コラボになっております。でね、お互い、2コースずつね、作っておりますので、ぜひ、ちはやくんのチャンネル、そしてフェイトくんのチャンネルもね、見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。あと、チャンネル登録の方もね、よろしくお願いいたします。さあ、それでは次フェイトくんのコースいきましょう。さあ、それではフェイトくんのコース、走り始めたばかりの君に、こちらやっていきましょう。クリア率は 46% とかなり高めですね。みんなクリアできちゃうのかな。ではいきましょう。なるほどね。はい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 。まあ今マリオさんがここにいるんですけれども、これね、ぴょーんって出ちゃうと、もう、これクリアできないよね。うわぁ。ゴール囲まれてんなぁ。まあ、とりあえず、これだとクリアできませんので、一旦さよならと。うん。まあ、隠しブロックがあるかどうかとかの、そういう話じゃないからね。んで、この状態でね、下から、くぐり抜け。こういう感じ。なるほど。いや、あのね、今回、僕も、ね、一コース作ったんですけれども、完全にこれ、一緒のコースになりましたね。まあ、スキンが若干違うのと、うん。まあ、僕とフェイト君は仲がいいってことにしていただけませんでしょうか。まあ、これ多分ね、千早君が多分ビビってると思う。全く一緒じゃねえかみたいな感じでね。さあ、ではフェイト君のもう一つのコース行きましょう。さあ、二つ目のコースはこちら、アポカリプス。ポカリですね。ということで、こちらやっていくんですけど、なんとクリア率 0.09%。 ちょっとフェイト君難しすぎやしないかい。いや、今回のね、おっと、了解。そう、今回の一応ね、コースを作るにあたって、まあ、いつも通り、まあ、1% ぐらいを狙っていきましょうみたいな話はしてたんですけどね。まあ、僕も今回作ったコース、一つのコースが、まあ、0.5% ぐらいになっちゃった。下手くそか。0.5% ぐらいになっちゃったんで、まあ、でもそれに比べても、このコースはちょっとやばいんじゃないか？そっか、最初クルーンしなくていいんだ。こういう感じ。よし、来た！あー、当たっちゃった。でもこうでしょう。あー、爆弾だー。フェイト君爆弾好きだよなー。さあ、来た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 。あー、ここ絶対当たる気がするんだよな。ほいほい。よし、ここ爆弾運んで、これはそのままでいいのか。オッケーオッケー、いいよいいよ。そんで、はっ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 。あー、なるほど、ここはちょっと止まってスピンでいかないといけない系かな。ぴょんぴょん、こういうことでしょ、こういうことでしょ。オッケーオッケーオッケー。さあ、落ち着けば大丈夫、落ち着けば大丈夫。いいね、いいね。気持ちいいね、気持ちいいね。さあ、こっから右に行って。んで、土管に入。はい？え、なになに？入れないんだけど。は？まさかこれ。え、ちょっと待って。なんかある？隠しブロックがあるわけでもないな。え、なんだこれ？完全に引っ掛け？え、ちょっと待って。嘘だろ。これ戻るのか、もしかして。ちょっと戻ろっか。いや、戻るとか無理だよな。そしたらこれもしかすると一番最初か、ここか、ここだよな、怪しいとしたら。いや、入れないな、ここ。んー、なんだ、なんかここら辺いろいろ怪しいんだよな。なんかある、なんもないか。やっぱ大きいままでいかないといけないのかな、その可能性がある。ちょっと落ち着いて、よいし
オッケーオッケーオッケー、これたこれた。で、ちょっと大きいまま行ってみよう。さあ、大きいまま来たけど、あ、え、嘘だろ、大きいと入れんの、何それ何それ何そのギミック、え、やば。そしてここ三段ジャップ、うわー、あー、スピンかい、うわー、そうなんだ、え、どういうこと、なんで、オッケーオッケー、大きいままで来れるようになってきた。さあ、こっからよ、1、2、3段ジャンプ、スピン、オッケー、届け、危ねえ、はっはっ、マジかよ、またここ3段ジャンプかよ、未だに健在だな、3段ジャンプのフェイト。あー悔しい。スピン、よし来い、1、2、3段ジャンプ、よし続けてこれた、待って待って、マジでマジでちっちゃくなっちゃった、ちっちゃくなっちゃった、なんでなんでなんで、でもこのままこのままいっちゃおう、このままいっちゃおう、オッケー、来れた、いや、スピンかい。次スピン来い、ポンポンポン、オッケー、来た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 、スピンじゃない、違うんかい、慌てなきゃよかった。次は三段ジャンプかな、2の三段ジャンプ、くる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 、土管が2つあるんだけど、1、2、3段ジャンプ、さあここは何もせず土管に入って、さあ土管から出てきたら、うーわ、左にどこまで、ほう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 、なるほどなるほど、はいはい、あ、ちょ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 、嘘だ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 ろ、あ、やばい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 、嘘、もう終わっちゃ終わっちゃったね、終わっちゃったよ。さあ、ちょっと待って、このまま左に行ってみたらどうなる、うん、ダメですね。そんな慌てなければ、全くここはそんなにね、全く余裕がないわけでもないんだけれども、さあこっからよいしょ、ほい、落ち着いて、うー、そっか、あー、そっか、一個い針に乗んないとダメか、そこ。ここからちょっと落ち着いて。ほい。これじゃ足りないか。うわ、あ、でも、待って待って。これでいける。いけた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 。よしよしよし、ドカン。ここもかよー。大きくないとダメなんだね。さあ、ラスト行きましょう。オッケー。もう、アポカリプスも攻略が近づいてきたんじゃないですか。ここら辺はね、もう慣れたんで大丈夫。さあ、次のドッスン地帯も落ち着いてさえ行けば問題なし。いいですね、いいですね。ぴょんぴょん、ぴょんすぴょんすと行きましょう。はい、ぴょんす、オッケー。いや、この土管が今回一番謎。1、2、3段ジャンプ、オッケー、ピン。ここさえ決まれば、あとは流れるようにポンポンと。オッケー。気持ちいいね。ここら辺の仕掛けがやっぱり、フェイト君らしいね。スピン、ポンポンポン。さあ次も3段ジャンプ、1、2、3段ジャンプ、オッケー。さあ土管に入って、次はスターラン。さあここもそんなに慌てなくても余裕が若干あるんで大丈夫。さあここしかスタートって、よし。さあこの次よ、くるっ、オッケー、くるっ。さあ慌てない慌てない、ほい、まずい、危ない、オッケー、よかった、いけたいけた。さあ土管入って、さあ残り32秒、まだあんのか、まだあんのか、それあるか、うわー、ちょっとってってって、なんだなんだ、うーん、なるほどなるほど、多分これ3段ジャンプ系だな、これまたな、うん、そしてこの後は、この後はなんだなんだ、どうなるんだどうなるんだ、普通に乗っていく感じでいいのかな、へえへえ、ほうほう、9、8、あー、そしてこれで入ると、あ、入ると。さあ土管、あー、ゴールだ、やった。最後は大きくなくてもいいのね。いやー、なかなか楽しかった。爽快感がやっぱあるよね、フェイト君のコースはね。うん、いや、青ドクロのとこは多分本当に3段ジャンプで、行くとノーミスでクリアできるようになってるのかな。まあまあ、クリアはクリアなんでね。はーい。ありがとうございました。ふぅ。おぉ、やっぱベストクリアタイム、あと2秒ぐらい早いですね。
ということで、先ほどもお伝えしたように僕のコースをね、フェイト君とあとチャヤ君がね、プレイしてくれてますので、どんなコース作ったのかなーってちょっと気になる方はぜひフェイト君とチャヤ君のね動画も見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、とちょっとだけ違うコースやっていきましょうか。ということで、アムさんのコース、スピードラン、クッパ。俺様が主役ぞい。こちらやっていきましょう。さあ、スピードランですね。おお、クッパさんじゃないですか。いいですね。さあ、ここピョンして。はい。で、左ってこういうこと。おお、すごいすごい。流れるかのように。ジャンプ、ジャンプ。オッケーオッケー。左、右、ジャンプ。わあ、すげえな。よく計算されてる。さあ、鍵ドア入って。これで、お、1、ぴょん。オッケー、ゴール。いや、素晴らしい。最後なんか、敵が勢揃いだったけど、下に。うん。埋め込まれてましたね。ジョシアさんのコース、ジョーズ SMB1 改造。こちらやっていきましょう。なんかあんのかな？オッケー。まずはこれパウ下ろして、ここもパウ下ろしちゃって、なるほどなるほど、足場を作っていくと、そういう感じかな。オッケーね。んで、ここはちょじゃそこの隠しブロックはやらしいな。さあ、隠しブロックに当たらないように。よっけ、オッケーオッケー、いいよいいよ。そんで、ジャンプ。オッケー、ドア入りましょう。さあ、ここで中間ですね。いい感じ。このままどんどん行きましょう。ほい。そんで、パウ。よし。上上がると危ない、ギリギリ。さあ、ここも、どうすればいい、どうすればいい。あー、わかった。パウするんだ。なんかそのままエレベーターで地下に行った感じだよね、マリオ。さあ、もう一丁行きましょう。まずここでしっかりパウ。オッケー。で、乗って、オッケーよ。うわー、ここちょっと怖いな。はい、いいね。んで、はい。パウ。よし、ここでゴール。オッケー。決まったぜ、ベイベー。素晴らしい。ありがとうございます。はい、ということで、今回ここまでにしたいと思います。改めてね、チャヤくんとフェイトくんのチャンネルね、動画概要欄にありますので、ぜひそちらから皆さん、動画見に行ってください。多分同じね、タイミングでね、動画投稿してると思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、少しでも楽しいと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録、そして高評価、よろしくお願いいたします。コウタでした。次回の動画でお会いしましょう。またね。グッバイチャー。